待ったよ。ね。じゃん。え？お口開けてください。口元美容香りです。親知らず抜くのってやっぱり恐怖心ない？親知らず抜きたい、いやいやいや抜きたくない、どっちやねん。いやあることでさ、磨かれへんから抜いた方がええんかなと思うねんけど、やっぱり恐怖心があるからなかなか抜くって言いたくないしみたいな、そんな葛藤があるやんか。でも実は生えてる上の親知らずなんか簡単にポンと抜けんのよ。今日は上の親知らずを抜いてみようと思います。はい、今日もまたコロちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。また今日はなんとなんとなんと親知らずを抜くんだよ。これ本当に困ってるから本当お願いします。はい、上の親知らずね、見えてんねんけど変な方向向いてんのよ。ほっぺた向きに腫れてんのよ。当然バランスよく生えてたらまっすぐ生えてくるはずやねんけど、場所ないから歪んでほっぺた向きに生えてしまってんねんね。こんなん絶対噛めへんやん。下には親知らずはもう見えてへんし抜いた後とかも痛いですかこれ？怖いな。多分痛ないと思う。上の親知らず抜いても薬飲まんといけますか、はい、言う人も半分くらい痛はるから何の問題もございません。言い残しておきたいことありますか？怖すぎる。いや大丈夫です。大丈夫ですか？男ですからお願いします。お願いします。はい、倒します。何をめっちゃ緊張してると思うね実はめっちゃ緊張してると思うわ。ちょっと薬が効いてるか押してみるだけ押してみます、うん、押してみます。薬効いてなかったら教えてください。押すだけやからな。ただ耳の横で歯あるからなんか変な感じするかもしれへんけど、なんかむぎゅむぎゅって音する。痛い？なんかぐるぐるふビリビリするビリビリする。痛みがあったら教えてください。痛い？ビリビリするって意味よ。押してみるね、うん、今押したら痛い？大丈夫？いける。 OK。 ほんならもうちょっと押します。はい、終わり。終わったよ。ね。じゃん。え？もう、え？ほんまに終わった？え？ほんまに終わったんですか今？ほんまに終わった。え？こんな一瞬なんや。え？こんな終わっていいの？え？え？マジで一瞬やった。うん、薬入れとこうかな。え？びっくりするほど。ビビって損したぐらいやろ。はい。え、演技が痛くなかった。なんかビビっててビリビリするとか言ってたけど、全然痛くなかった。そうやったね。噛んで噛んで。おしまーい。え、なんか親知らずって勝手に大手術やと思ってました。思ってた？残念。一瞬やった。しかも腫れません。
今日は晴れません。めっちゃすぐ取れた。うん。すごっ。こんなんすぐ取れたんですか。後で動画見るのめっちゃ楽しい。これペンダントにする。すごっ。すごっ。僕のサンプラされてんだね。めっちゃ。めっちゃいい。記念に置いとこうかな。うん、負けたよ。そう、今度ペンダントにしてたらぶら下がってるからね、チェックして周りのお友達見てあげてね。ほんまに一瞬やし、多分そんないただれへんと思う、ね。全然すぐでした。全然怖くない。なんか怖がってたけど終わってみたら全然怖くない。そうなんや。でも下はまたちゃうからね。下と上は骨が全然違うのよ。上の骨ってスカスカやねんけど、下はすごく密で硬くって強い骨やから。しかもここにすぐにリンパが走ってるから、リンパってこう下水道になるんだよね。血液の上水道で酸素とか栄養分送られてきて、バイ菌の死骸とか炎症終わったのがリンパ節に流れ込むから、下はちょっと腫れやすかったりする。でも上は楽勝。なるほど、めっちゃ一瞬やった。めっちゃなんか嬉しいですねこれ。いやマジですっきりすっきりすっきり。マジ親知らず行こうか悩んでる人行ったらいいと思いますね。これはめちゃめちゃいい実体験。実体験。うわ、伝わったらいいなこの一瞬さが。でも本当に磨かれへんでばい菌ばっかりたまるような親知らずやったら、歯を取った方が他の歯にとっても絶対いいから、ぜひぜひ抜きに行ってください。抜きに行ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。